人類が彼らの存在を初めて知ったのは33年前、突然の襲撃を受けた時だった。観測隊を突如空から襲った未確認戦闘機、それは南極の一角に作られた超空間通路からの侵略の始まりだった。そして人類は空間の向こう側へ反撃に転じた。戦闘情報を持ち帰る、ただそれだけを任務とする男たちがいた。必ず帰ることを求められた彼らに必要なのは、自分以外に関心を持たないコンピューターのごとき冷徹な心、機械のような戦士たち。だが人は機械にはなれない。一人では生きてはいけない。祖国も家族も恋人も捨ててきた土地で仲間との安らぎを求め、次の戦いの時を待つ。味方が全滅しようと援護することなく、ただ見つめ生きて帰る。そのために彼らに与えられた翼、フェアリーの空を舞う戦闘妖精、最強の戦闘機シルフィード。激化するジャムとの戦いの中で必要とされるのは、より早くより確かに戦うことができる存在。人に裏切られ社会に背を向けた孤独な男が、未知の惑星で信じるものは物言わぬ精密な機械の翼、雪風、ただそれのみを支えに生きる。果たしてジャムとの戦いに人間は必要なのか。日本ハード SF の名作を完全映像化。音速の妖精たちが今フェアリーの空を駆ける。戦闘妖精雪風。